お願いします。ちょっと前土平さんが安倍さんの奥さんと会われたっていうことに対していろんな意見があって、でなんかネットでは賛否いろいろあったんですけど、陽平さん自身は昭恵さんと会ったことに対してどのように考えてますか？取り込まれたんか？取り込まれたんちゃうやろな、ひょっとして三宅陽平、山本太郎潰すために取り込まれたんちゃうやろな、なんてこと言われてるわけです。はい、僕個人についてはですね、短期的に見れば、まあ僕なりにちょっと毒のある言い方をすれば短絡的に見れば、そういうふうに見られる可能性はあります。で、機能としてですね、僕が昭恵さんと会い彼女を高へ連れて行ったということは、情報の機能としては現状は例えば政権与党に利するかもしれません。なんと懐が深いんだ、奥さんはちゃんと高いに行ってるじゃないかみたいな。でもそれは深く考えない人たちの意見だと僕は思ってます。で基本的に自分としてはポジティブな要素しか持ってないんですけれども、僕が8月の6日に安倍昭恵さんを高へ連れて行った最大の理由は、8月の6日か7日に高へのテントが撤去されるであろうという強い情報が出てたからなんです。そこに首相夫人を連れて行けば撤去なんかできるわけねえと思って連れて行ったんです。ところがちょっと流れがですね、その日は穏やかで、誰が決定したか分かりませんよ。とにかく当日撤去はなかったんです。で僕は突然昭恵さんを連れてったもんで、現地にいる活動家の皆さんは非常に驚かれた方も多いです。なぜなら怪我をしたりあばら折っちゃったりとかしてる人もいるわけですよ、機動隊のせい で彼らからするとその機動隊に自分たちをこう痛めつけさせている張本人はやはり最高指揮官は安倍晋三だろうと、その奥さんをのこのこ連れてくるなんて三宅何考えてやがるんだという感情はもちろん理解できるんです。ただし僕はかねてから運動の現場にいながら運動の現場で嫌われる男なんです。なぜか、こんなやり方だけじゃ若い人に伝んないっすよってことを言ってきたからなんです。で人によってはですよ、僕が呼びかけたからデモに来たのに泣きながら帰った学生の女の子とかいるんです。なぜなら彼女は運動の現場でひたすら安倍を倒せ安倍だとって言ってる原発の反対運動の現場で非常に傷ついてしまったんです。それは三宅さんが言ってる対話のスタンスと違うし、私はこんなことをやっても原発は止まらないと思う。ちなみにその子は名古屋の学生さんでした。鹿児島の仙台原発のデモ現場に来て泣きながら帰ったんですよ。私は何しに来たかよくわからなくなってしまった、運動って何なんですか、そういう気持ちは実は僕の中にもずっとあるんです。だけどずっと運動してきてくれた人たちがいなければ僕自身やっぱり原発や基地の問題に気づけなかったんですよ。でリスペクトしてるからって言って 100% 持ち上げますかって言ったら、いやちょっと俺たち若いやつの意見も聞いてくれねえかってやってきたんですけど、これは運動の性質として残念ながら長くやってきた人の意見が強いです。だから世代間闘争がうまく起きてないんじゃないかということを言います。こういうのがうざがられるんです。その三宅が安倍昭恵を連れてきたもんでふざけるなということになったんですけれども、僕はこう言いたいです。僕が昭恵さんを連れてきたということをなぜもっとうまく利用しないんだと。俺が利用されたか俺たちが昭恵を利用するか、そういう勝負なんじゃないのって今でも思ってます。だからポジティブに考えてます。さらに安倍昭恵さん自身は僕が直接会って個人として抱いた感想は、方法論、育った環境、政治論全然違います。ただし大きな大きな奥底にある目的は共有できてる人だと思ってます。それは何か、環境破壊と戦争のない世界を作りましょう。このことに関して全く違うジャンルから遠い道のりは歩き始めた仲間なんじゃないかということは僕はあって思いました。それで俺を騙してんだったらめっちゃ怒りますよ。会って直接会って話してメディアに流せない話いっぱい聞いたんでそれ全部言っちゃいます。例えば私憲法改正す、あ、そうかね。でもこれはね、昨日も言ってる部分なんですけど、まあ、例えばこれも昨日言っちゃったんで言いますけど、憲法改正草案あんまりよく読んでないって昭恵さん言いました。でこれについて昭恵さんを責めたいんじゃないんですよ。僕は可能性を感じたんです。多分自民や公明を支持してるっていう人たちもお世話になってるから僕は自民党支持してますっていう人の中にも
実は憲法改正草案はあなたにとってものすごい危険なんですよ。あなたの個人の尊厳や権利すら奪われるかもしれないってこと気づいてますかっていう話をするチャンスなんじゃないかと僕は思ってます。だからよく読んでないっていうのは実はよく読みもしないで押し付け上がってって怒ることなのか、よく読んでないよしこれはチャンスだと思うかはすごく大きな違いじゃないですか。そういう意味で僕の中では昭恵さんを高井へ連れて行ったということを運動してる人、リベラルの皆さんにこそ自民や公明を支持してる人たちを心変わりさせる材料としてフルにもっと活かしてほしいなと今でも思っているし、自分はそういう思いで今もやってます。だからこの議論が起きてること自体が実は9月今日10日ですか、まだ高江の N1 裏のテントは撤去されてないんですよ。俺のおかげだなんて言うつもりは全くないです。ただし8月の6日と7日にもう撤去されるだろう、機動隊が一気にぶち込んでくるだろうっていう危機感があったことをもう忘れてる人が多いんですよ。あれから1ヶ月以上まだ大々的な撤去が行われてない、その小さな一員として、しかしやはり総理大臣の夫人がそこを訪れてしまったという事実は僕は介在してると思ってます。昭恵さんが高井行った後内緒ですよ総理大臣に、これな、はい、これ内緒だったんですよ。総理大臣が一番びっくりしてたらしいです。高井だけはって、そのぐらいのインパクトあったはずなんですよ。だから三宅洋平を叩いてることが今そこに向かっていく何の目的があるんだって僕は思ってます。気に入らないから気に入らないって言っていただくのは結構なんですけれども、僕は日米地位協定変えたい、安保法制も変えたい、本当に多くの国民が一気に気づいて立ち上がらなきゃいけない、そのために自分にできることをやってるつもりなんで、正直自分でもこれ何が起きるかなって未知の領域はありましたけど、全ての批判は俺が多分俺に来るんでって昭恵さんにも言ったんですよ。多分叩かれるの俺だから恐れずに行きましょうよ、批判は俺が受けるんで高い行きましょうっていう話をしました。まあちょっともうどんどん長くなっちゃうんでどこまでが答えになるかわからないんですけれども、昭恵さん問題に関しては今日の段階ではここまでにさせていただきます。はい、続いて山本太郎的山本太郎的な、立場から見るとやっぱり私のところにも来ます。何やってんだ三宅洋平と、お前何考えてんだと、監督責任あるだろうみたいな、説明しろと言われましても、私の事務所の人間ではないね、自分が会社持っててそこの社員でもない、もちろん先の参議院選挙では一緒に戦った山本太郎を一人にしておけないっつって立ち上がってくれたわけですよね。そんな人今までもいなかったし、これからどれぐらい出てくるのかも分かんない、たった一人の存在で、まあその三宅洋平が個人でつながったその安倍夫人と高井に行くことになったと、で、テントを訪れましたって話ですね。でまあ総理大臣夫人がいろんな社会問題の現場に足を運ぶということに関しては私は歓迎されるべきことだと。でも、例えば高江という場所であったり辺野古という場所はおそらくものすごく複雑な感情が絡み合ってる。さっき言ったような傭兵が言ったような機動隊員、まあ、機動隊員もかわいそうな話ですけれども、まあ、国家に命令され上司に命令され市民を弾圧するということで、その弾圧された市民たちがそこにいる、その最高権力者命令者であろう、安倍晋三さんのご夫人がいらっしゃるっていうことはもちろんねいろんな問題は生まれるだろうと。でもその辺野古でね、辺野古じゃない高江でね、住民のもしも何ですかね、強制的な排除ってものが行われていたとしたら、訪れた際にね、それを一国民、一この国に生きる人間としてあなたどう思うかっていう宿題を持って帰ってもらうっていうのはすごく大きなことだなと。どう思うんですか総理大臣夫人と
言う前に一人のこの国に生きる者としてこの状況をどう見る、どう感じるっていう宿題をもしも持って帰れてもらったとしたら、これはすごく大きなことだなっていうふうに思いましたが、その日は何もない、何もなかった。もちろん全国から集まった方々、もともと運動をやってこられた方々がその N1 裏という場所を守り続けた結果ね、今やるのは、得策ではないという判断なのか何なのかわからないけれども、強制排除は行われなかった。で、まあ現場に沖縄に入り、そしてせっかく来たからということでその、テントの周辺、その現場を見ることになったってことですね。まあ私もネットでしか知らないんですけれども、15分間ぐらいの滞在だったっていうところで、ああそうか、もったいないなっていう印象は自分で受けました。なぜならば15分の滞在、何か総理大臣夫人として全国いろんなところに行って視察です、視察に来ました、どうも、ああそうですかっていう感じで、あのその視察現場を訪れ、そして去るっていう時間と同じにしてほしくはないなっていう思いはあった。できれば当事者で、当事者たちとね、1時間ぐらい車座になって、こういうことがあるんですっていう現場の悲鳴であったり、その現場の住民の方々の声を聞いてもらえるっていうような場がもしセットできてたら、すごくこれは意味のあることになってたんだろうな。でも三宅裕平がその現場で、そのなんやろな、アドリブ的にセッティングできるほどの心の余裕っていうのがあったのかなかったのか、まあ結局それがセッティングされなかったのは多分いっぱいいっぱいだったと思うんですよね、多分。っていうかね、もともとその高江の住民の皆さんと、例えば区長さんとか婦人会の皆さんとの場をセッティングしようっていう働きかけはしたんですけれども、ちょっと間に立つ住民の方にちょっとあまりに昭恵さんは今ちょっとその戦後以降の沖縄の感情が今もうバーンって解放状態の、みんな今もう怒りマックスっていうこの現場に、ちょっとそういう場のセッティングが自分ではしかねるっていうことで、お断りいただいて、じゃあそれはしょうがないなと。しかし本人は来たいと言って、もう沖縄にもう空港に来てる、なるべく目立たない格好に着替えてもらった上で現場に来て、まあ、現場の一応ですね、トップと目される山城博司さんに確認は取ったんですけれどもね。でせめてその連れてった場所で皆さんとそういう話し合いっていうのができたらなとはちょっと考えてたんですけど、ちょうど折しもテント内を工事してまして、サングラスに電撮り持ったこう人たちが、なんかちょっとこう不穏な、こういなんかお前の話なんか聞きたくねえやみたいな感じで、昭恵さんにこう詰め寄るみたいな空気が出てきたんですよ。で、昭恵さんはセキュリティ一切つけずに行きました。まあ僕なんかも知ってるアーティストの、友人2名を帯同して行っただけだったんですよ。でここで何か起きたら俺もどう責任取っていいか分かんないしっていうところで、テントの中の責任者の一人は同じ仲間として迎え入れたいので、総理夫人とも我々は分かり合えると信じたい、だからここまで来てくれたことに敬意を表して彼女に一言をって言いかけた時に、聞きたくねえやっていう声が、怒号が飛び交い始めて、その段階で僕としてはちょっとこれは話し合いの空気を作りきるというよりは、何かある前に彼女はもう出した方がいいっていう判断をして、15分ぐらいで終わっちゃったんですけれども、その間にも何人かは自分の子供がオスプレイのせいで寝れないでいる、そのためにうちは引っ越しを考えているとかっていうことを切実に彼女に訴えた、直接訴えた人はいます。で、その女性の訴えに対して昭恵さんは主人に伝えますとはっきり答えてました。で、長いこと高江のこと、辺野古のこと、なんであんなに機動隊員がいるのかっていうのを夫婦の会話として突っ込みきれないジレンマを彼女は持ってたんですよ。でも高江に行った後についにそのことを主人と話できたっていうメールが来ました。いろんなジレンマあると思います。だからこれって結構日本の夫婦の問題でもあるなと思って、総理大臣と昭恵さんは別人格なんですよね。だってここでじゃあ例えばその旦那さんがいる奥さんっていう妻である立場の方々に、
あなたの旦那さんが会社や職場でやってることの責任を全て、おいお前の旦那がやってることはって追及されたらきつくないですか。いやちょっと旦那がやってることは全部は理解してないんですけどっていうとこではあるんですよ。ただ総理大臣っていうかなりそのね日本のトップで影響力がある人のファーストレディという意味ではそういう言い逃れ方だけはできないとは思います、とは思いますけれども、僕は逆に昭恵さんとか安倍晋三さんにだけその一人格にだけ物事をぶちつけていけば高井や辺野古の問題、日米地位協定の問題、安保の問題が片付くとは僕には思えないんです。だからこれは叩かれます、怒られます、いくらでも怒られます。僕は怒られながら前に進みます。運動のあり方を問うてるんです。もっと本当に物事を変えていくために深く考え、深く物を喋って深く表現していくために、僕のような若造の意見も聞いてくれ、僕のような若造のアクションを利用してくれっていうことをこれからも自分は言うつもりです。ただしそういうことが例えば太郎くんの支持者が太郎くん離れてしまうというような現象を起こしたくないので悩みどこなんですよね。まあまあでもこうやってね、選挙フェスじゃないわ、憲法フェスまで一緒にやってるっていうところで、まあ、山本太郎に見切りをつけるって方々もいらっしゃいます。だけど自分、まあ、ちょっと一回話戻すとね、その高江院昭恵さんっていう部分に関してじゃあどうなのかっていう部分なんですけれども、ちょっとアドリブ的に乗り込むには、なかなかハードルが高い場所かな。じゃあそれを補足するためには何が必要だったかっていう部分の要は段取り、なるな、前もっての、セッティングっていう部分を整える必要があるということを以前話したんですね。例えばそのテントに入っていって、もちろんその地元の方々から、地元の方々が伝えたいってことで聞けた話はあるけれども、そういう自然発生的な、話、コミュニケーションを取るというようなところに頼ってしまうと不測の事態が起こることも考えられると。なのであればこのテントもしくはテントの近くで1時間ぐらい当事者の話を聞くというセッティングを、最低限整えるということがおそらくアテンドする側に求められている部分であり、そしてそれが、なんやろな、宿題として持って一人のこの国に生きる人間として宿題を持って帰ってもらうっていうことに、担保されることなのかなというのが僕的な感想なんですよね。で、まあ、宮城与平と参議院選挙一緒にやり、そしてその後も、そういう、まあ、問題視されていることがありながら今もこの憲法フェスっていうことをやっているっていうことに対して見切りをつけられる方もいらっしゃる、山本太郎に。でも、最初に話したね、あいつ一人にはしておけない、だとしたら自分の人生一回横に置いても俺は手を挙げて政治を目指すって言ってくれる人なんてどこにいんの、そんな思い持った人で、この国を変えたいっていう気持ちもある。でもちろん例えば何やろな、彼は一人でやってきた、ね、メジャーで音楽をやってて、そこから自分自身でやったりとか、まあ、泥水すすりながら彼なりので自分で立ってきたっていう部分があるから、なかなか何やろな、みんなの意見を聞いてじゃあそれをまとめていきますっていうような人生を送ってきたわけじゃないですよね。自分の表現をやってきたわけだから。でもそれって僕は立場が人を変えるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。自分自身変わったから。で、あーやばい、なんか傭兵なんかいらんことしてんな、これちょっと俺も巻き込まれそうや、じゃあ切るわっていう話でいいのかなって。彼の持ってるポテンシャルの高さもある。で僕は、彼に、いろんな現場に行っていろんな人たちの声を聞いて彼自身が変わっていくっていう、なるな、未来に対する希望を持ちたいし、そういう場を提供したいし、でもっともっといろんな、なるな、人たちの意見を多分ね、外から見てたら意見を全く聞かずに OK、 これで OK なんだ、大丈夫なんだっていうふうに、自分自身がね感じてるんじゃないか。何も問題はない、もちろん問題はあったかもしれないけれども非常にポジティブに捉えてっていう方向性で、外部からのあまり、なんやろな、尖った意見だったりとか批判的な意見をシャットダウンしてるんじゃないかっていうふうに外からは見えてしまう部分がある。だからそういう部分をやっぱり彼を支持してくれる人だったりとかで直接つながってる僕とかがやっぱりそういう部分はこういうふうに見えてしまうとか、こういうこと、前回のこの高井についてはこういう部分が足りなかったんじゃないかとかっていうようなことで、本当におこがましい言い方ですよ、
本当におこがましい言い方だけども、三宅裕平っていう人間で政治にアプローチするっていう人間をもっとみんなで育ててほしいと思うし、自分自身もこんなおこがましいです3年しかやってないのに育てたいっていう気持ちがある。じゃなきゃずっと一人ですよ。なんとなくつながってる政治家はいるけれども、結局みんなまず自分の選挙が大事でっていう、選挙が大事だっていうことは党には逆らえなくてっていうところでね、自分自身で足かせがはめられてる人たちが多いですから。だっておそらく何か牛歩って場面になっても一緒に牛歩をやれるっていうのはなかなか難しいですよ。それはね、牛歩一人が二人になって何になるんだって話だけれども、その人数を増やしていかなきゃ、で牛歩もやらなくていいような状況にしていかなきゃいけないのに、その一人目から二人になるっていう、なんやろな、うん、人もいないだってなりたくないでしょ、多くの人たちが政治家なんかに。言ったら叩かれてこんだけ散々いじめられるっていう現場ね、あんな励まれできんのかよって話になってて、うん、そこに手を挙げてくるなんてよっぽどの物好きだなって思うんですけどね、三宅裕平が。だからもちろん三宅裕平にも山本太郎にも至らない点はある。でもみんなで育ててくださいっていう思いが強いかな、これだけの場面において。でミュージシャンっていう立場でね、この先政治家になるのかどうか分かんないですよ。僕一時言いました、宗教家になったらってだったらもう自分全開でいいやんって言ったんですけど、でもまあやっぱり彼の中にも山本太郎が原発で気づいたっていう、ずっと前から世の中に対してね、グローバル社会に対する懸念だったり原発に対してだったり、僕よりもそういう意味では社会運動であったりとか社会に目を向けてきた先輩ですからね、僕の方が先に政治に入ったけど、まあお互いに至らぬところをカバーしながらで調整しながら、本当にギブアップっていう時には僕大きな声で言いますから、逃げろーって来たぞ三宅裕平がって言いますからでも彼にはそれを改善していけるというかね、もちろん僕自身も改善しなきゃいけないところたくさんあるけれども、彼の中にも何やろな、受け入れる部分、そしてそれを変えていこうという気持ちが伝わってくる。ずいぶん長くなったっていうね、はい、いや、うん、鋭い質問というか、まあこれしかないだろうっていう質問だったんですけれども、おそらく昨日の東京よりも、立ち入った部分を今日は太郎くんも説明してくれたんじゃないかなと思います。じゃない、ね、そうね、うん、俺もなんかそういう気持ちで今こう聞けて、でもやっぱり迷惑かけたくないなっていう思いもあるし、しかし一方で政治的なアプローチとしてもやっぱり自分は自分らしくっていうところで、自分は間違ったことはしてないっていう思いはやっぱどうしてもあるんですよ。で叩かれるのも分かるし、叩かれることはある程度覚悟していたけれども、僕はその叩き方の問題もあぶり出されてるんじゃないかなって正直思ってるんです。これ叩かれます、だけどいくらでも叩いてくださいよって、僕を叩けば叩くほどもしかしてあなたの誇り出てませんかっていう場合もあるし、一方であいつは俺たちの気持ち分かってないって運動家の中で言う方は特に若い方いますけれども、いや俺は5年前から高い言ってますよ、今の運動が一瞬ああやってうわーってなってるずっと前から高い言ってるんですよ。ただ飯に食いに行った日もあるし、高いのテントで徹夜の当番をやった日もあるし、まあ平和な高いも物騒な高いも両方見てきてるし、友達も住んでるし、なんかそれをこの何ヶ月そこに詰めてた人たちが一番偉いのかって、そういう話になっちゃったら基地止めるとかっていう本論が吹っ飛んじゃうじゃないですか。でも人間ってコミュニケーションの中でそうなりがちだってのも分かるんで、僕は僕なりにそれを今回も咀嚼したし、ああじゃあ次だったらどうしようっていうことをすごい考えます。で太郎くんはやっぱりメディアの世界で生きてきた人なんで、僕のようなこうアングラでやってきた人間よりもやっぱそこの力の強さ、曲げてくる力の強さ、あるいは人々は所詮見出し2行で全て判断されてしまうんだっていう厳しさ、そういうことを僕にまあ常々教えてくれてるんだと思っていて、で自分自身苦手なんですけれども、そこは政治をやるんだったらやっぱり多くの人にうまく伝える方法っていうのを獲得していかなきゃいけないとは思ってます。僕よりもデッドボール当てに行きたがるんですよもうそこ言わんでいいんちゃうか、そこ飛び込まんでいいんちゃうかっていうね、
そこを飛び込んでボール投げたとしても、デッドボール当てに行ったとしても、なんやろな、そこに興味持つ人っていうのは、なんやろな、もう限られてる。だとしたら、もっと自分のいい部分というかね、愛される部分であったりとか、みんないいなと思ってる部分を広げていく方が、これからたくさんの人たちに共感してもらわなきゃいけないし、やっぱり頭数とかみんなの力が必要な状況ですよね。この憲法にしても TPP にしても原発にしても、もうありとあらゆる問題に関して。だから言うんですよ、彼の言葉はすごく力があるし、この言葉に対してこの反論したいっていう人もね、ガチンコでやろうと思ったらなかなか大変ですよね。もうすでに三宅洋平という人間は公人扱いであって、もうすでに権力として見られてる。だとするならば、その他の方とやり合う時にも5発弾を撃ちたいとしても、それを2発1発にしてっていうことをもううるさいおっさんみたいに、ね、いや言うてるんですよね。言うてるっつったらおかしいですけど、やっぱりでもまあもう個人と個人同士なんで、だからそこら辺はでもやっぱり思いがあるから、お互いにね。でそして三宅洋平に対しても気持ちがあるし、だから なんやろうな、うん、そして彼の持つ広げる力、そして彼の持つ人々に伝える、ね、力っていうのはすごいなって自分自身でも思うし、普通だったらなんていうかな、うわーってなんかこう、普通だったら芸能世界だったら嫉妬したりとかすると思うんですけどね、僕は普通に尊敬するね、この人に伝える力っていう部分をね、ああこういう伝え方もあんのかみたいなね、なんかそういう風に何が言いたいのか分かんなくなってきたけども、とにかくみんなで育ててください。そして三宅洋平がそれを聞かないっていう時に、ね、みんなでもっと投げる球を、お前フォークもシンカーもいろんな球投げられんだろって、ストレート以外にも、山本太郎はストレートしか投げられないね、これ肩壊れるまでがもう勝負なんだと。でも三宅はいろんな球を投げられるだろ、投げられる才能があるんだから、それ勉強しろよっていう話をね、みんなでしていきたいなと。はい、うまいこと喋れてないなありがとうございます。いやでも本当大同小異、小さな違いを乗り越えて、例えばですよ、音楽を愛してるって言ったらテクノだろうがヒップホップだろうが関係ないじゃないですか。もう愛してる人たちが音楽を守る必要があるし、盛り上げる必要がある。今政治で起きてる状況もそうですけれども、オール沖縄もそうですけれども、やっぱりちょっと国がおかしい、世界がおかしいという時に、小さな違いを乗り越えて人々が協力のを作っていく必要がある今だからこそ、時によって僕の言ってることはそこに役に立ち、時に僕の言ってることはそれは僕の言いたいことに過ぎなかったりするっていう中で、僕自身いろんなジレンマを抱えてますけれども、よりやっぱりいい方向に行くように、政治的なプレイヤーとしてもその自分の、まあ、発言の角度を上げていくというか、やっぱりみんながそこにおいて争いよりもムカつきよりもよっしゃって思える言葉をもっと紡いでいけるように努力していきたいなと思ってます。まあ揉んでいただいて本当に感謝しているところなんです。ネットの向こうの皆さんも、僕は別にいろんな批判全部全身全霊で受け止めてますから、一歩もそこからこう逃げたりする気はないので、日頃常々こうやって自分自身が成長させていただいているなということは、選挙中も言っていた通り実感しているところです。さあ第1部トーク、非常に深いところに差し込みましたけれども、そうですね、ここでちょっとですね、はい、ミュージックの時間を、音楽の前に一つ、お願いしたいんですけど、こういうですね、三宅洋平をぜひ皆さんで支えていただきたいと、はい、で、メルサ前でもやりました大きなトラックね、こんなガルウィングのね、もうステージになってるトラック、そこにまあ音響設備を乗せて、そしていい音楽